聞くカメルマガ。2019年9月20日。お楽しみ様です。一般社団法人、開花 GPE、グローバルピースエデュケーション、村松大輔です。本日も皆さんが最高の自分を発揮し、素晴らしい一日となるよう、開花より応援しています。本日の開花メッセージ。不安が出た時の決断の仕方。 セミナー参加者 K さんからご質問いただきました。不安になったとき、ちょっと落ちてるなって感じるとき、できる、大丈夫、余裕、余裕と言っていますが、不安の根幹をすり替えるという方法はあるのでしょうか以下、村松です。言葉だけでその場の不安をしのげるかもしれないですが、本当に根幹からの安定感、安心感、そこは何か 私も不安があった時期はどうにも拭えず気合と根性の時期もありましたがありがたいことに今不安が全くない状態です担当直入に答えるとゼロポイントフィールド直結の方向でゼロポイントフィールド側に全ての答えがあるのでそこに委ねるお仕事の内容も旧体制のもの 経済だけ重視のものは即やめる。AI に代替されるものは人間離れをしていく。戦争の流れになるような方向、古いエネルギー源からは手を引く。身体性、精神性を高めていく。人類が意識を高める。人間力を発露していく側に急展開していきます。ソフトバンクの孫正義さんも、 2025年頃には逆転が起こるとおっしゃっています野村総研も2025年から35年までには日本の仕事の49%が AI に代替されると予測していますアメリカの未来学者レイ・カール・ツワイス氏も2045年に逆転が起こると伝えています業界によっては多くの痛みを伴うとは思います この部分意識が下側のパラレルワールドのシートから見てみると不安ですが意識が上側のパラレルワールドから見てみるとあこのタイミングが来たんだなです人類が我々が気づいた人たちが精神性を高められる側へシフトしていくそのために社会形態がどんどん変わっていく という選択を瞬間瞬間行っていくですねこの世の中はすべて素粒子で周波数帯なので決めた瞬間にすぐ次のパラレルワールドご縁仕事が待っています自分を生かし自分の喜びのもでその喜びが周りへ広がり周りの方々を 生かすということを軸に置いておくと不安がちっぽけなものになります。だんだん慣れてくると思います。現状の経済の流れで頭で考えて決めようとしても、健在意識と旧体制の世界の流れのことなので、それはこれからなくなっていく側です。 精神性を高める側愛感謝の側で決断決定していくことですね内容が経済のことでなく人間関係などのこととしても同じです計算が計算自身を生かす側の方向性かな相手に言いくるめられる自分の在り方がのびのびで純真ではいられない とという関係性のものもはサクッとやめるすると発信するヘルツが変わるので住む世界が変わりすぐ次のご縁が生まれますそして一番は自分と自分自身との関係ですので計算が計算自身を生かす側の関係かな。純真で生まれる前に 地球で事を成すために決めてきたことに沿っているかなという判断でいると不安はちっぽけになります今回不安が出てきたおかげで計算自身が僕は本当は社会や他の人との影響に関係なくどうしたいんだろうということに真剣に向き合えるかと思います。 選択するときは、右か左かの選択ではなく、意識が上か下かの選択で、意識が上の選択をしていくと、パラレルワールドゆえに、その意識が上の五円がどんどん展開していきます。以前に病気に関しての説明で、左右ではなく上下の説明を ブログに書いているのでこちらご参考くださいねその選択を23回試してみてご縁が変わってくるとあ本当だもう観念してゼロポイントフィールドに委ねるしかないと気づいてその時不安が消えています不安も大切な自分の感情のアンテナなので 今回必要で起こっています。不安感情のおかげで気づけたとなっています。不安さんに感謝ですね。ブログを一度書き終えた後、稲森和夫氏の心、三幕出版を開花の朝礼で臨読したら、ちょうどその内容がありました。物事の判断。 真がに基づいた魂から発したものでなければならない。それはまた天の道理にもかなった判断と言ってもよいでしょう。そうした規範をしっかり心の中に据えている人であれば、これまで経験のない局面にあっても、また早急に判断を求められる事態に見舞われても、いかなる時も正しい判断を下し、 成功へと導くことができるのです。稲森氏のおっしゃっているシンガーはゼロポイントフィールドの部分です。いつも最後までお聴きくださりありがとうございます。では皆さんにとって最高素晴らしい一日となりますように。